にちは。今日は、オリーブを購入したのでそれの紹介動画を上げたいと思います。購入したのは1週間前で今日無事にオリーブが届きました。オリーブいくつか種類があるみたいで、今回購入したのはこちらのミッションっていうオリーブと、こちらのネバディロブランコっていうのを買いました。2つ購入したのは、種類が違うオリーブ同士の方が受粉とかを良くするみたいで、実がなりやすいということだったので2つ買いました。鉢もそれぞれ購入してます。ちょっと分かりやすいように色は黒系と白系で買いました。どちらも結構大きいのですごく迫力があっていいと思います。ちなみに、金額的には、一番上の4800円というのがこの黒い鉢に植えてるオリーブで、この8500円っていうのがこっちの大きい方のオリーブの値段になってます。で、その次の2600円っていうのがこの黒い鉢ですね。で、その次4200円っていうのがこの白い鉢です。で、その次の多分1600円っていうのが、この黒い鉢に土もこれ入れて植え替えしてもらったのでそれの金額になってます。その次の2300円っていうのがこの白い鉢の方にも土植え替えしてもらったのでそれの金額になってます。で、1020円っていうのが、宅配で送ってもらったのでそれの郵送料ですね。合計で2万7000円でした。届いた時は持ち運びがしやすいように水を全く与えてなかったみたいなので、郵送してくださった方が今日も鉢の底から水が出るくらいたっぷり水をあげてくださいということで先ほど水やりをしました。もうこの状態でとても持ち上げれないぐらい重たくなっています。今のこの冬の時期だったら月に1回ぐらいたっぷりの水やりでいいみたいです。実が早く実がなるのを楽しみにしてます。全体こんな感じです。はい、では今日の動画は以上になります。ありがとうございました。